この動画には以下の注意事項があります。それでも良いという方は、ゆっくりしていってね。はい、というわけで今回も張り切ってやっていきましょ。軍人解説。今回紹介する軍人は長谷川元井陸軍中将だよ。この人はなかなか変わった経歴を持っているから今回の解説ではそこら辺を見ていこうと思うよ。まず、彼は明治17年に島根県の脇村で生誕したよ。6歳の時に小学校教員であった父を亡くし片親家庭となり貧しい生活を余儀なくされ、また母は大変教育熱心な人物で毎日3時間勉強をしないと寝ることが許されなかったんだ。中の人はこの子供時代の貧困と勉学が長谷川中将の性格を勉強熱心な努力家にし、後の経歴にも大きく影響を与えていると思っているよ。さて、長谷川中将は18歳で小学校の代表教員になった後、21歳の時に浜田の歩兵第21連隊へ入隊したよ。入隊後前述した通り努力家であった彼は模範兵となり上官の推薦で下士官候補生になり、さらに連隊長に推薦されることで受けられる士官候補生になる試験で合格して、陸軍士官学校に入学したよ。なお、この試験の年齢上限は25歳であったんだけど、彼は滑り込み政府の年齢で陸士に入学できたんだ。そういうわけで彼は陸士卒業時の時には28歳になっていたんだ。下士官学生時の彼の成績ももちろん優秀で、陸軍富山学校で恩師の銀時計を排除したよ。また下士官時に彼は特別な許可を取って英語学校の夜学に通っており、ここでも彼の努力家としての顔が見られるね。話を陸士に戻して、順調なキャリアなら陸士卒業時の年齢はだいたい21歳になるから、周りの学生たちより7歳程度年上だったわけだね。また長谷川中将と東条英機陸軍大将は同い年に生まれた関係になるんだけど、東条大将が陸士17期生であるのに対して、長谷川中将が陸士24期生であることからもこれの得意さがわかるね。ついでに言うと、彼は陸軍総長時に陸軍中央幼年学校予科の助教、班長を務めていたため同期生の中に彼の指導を受けた生徒もいたんだ。要するに生徒とも徒教師がなぜか机を並べて勉強しているみたいなもんだね。さて、長谷川中将の卒業時の成績は19番でこれは上位 3% に入るよ。そして陸大へ進み31期生として大正8年に卒業したよ。卒業後彼は陸軍省に入り、整備局の動員課長、戦備課長等を歴任したんだ。戦備課長時には彼は工業経済総合史科学主義綱要の昭和13年2月号に軍需綱要政策概論という論文を発表しているよ。本論では戦争において精神などより国力、つまりは工業力が最も重要であることを指摘しており、その工業力増強のため原料の確保、機械工具類の充実、技術者の育成が重要であると論じているよ。石井正道氏によると本論で特に注目すべき点は原料の中に石油も含まれていること、技術者育成について触れていることの2点であると論じているよ。まず、石油については後々石油が理由で新たに戦争を追っ始めていることからもわかるように極めて重要な資源で、作戦地域拡大に伴い陸軍の消費量も増えてきているものの、まだ当時の陸軍にはあまり石油確保に関する問題意識が高くなかったんだ。そんな中でその確保の重要性を唱えているんだから先見性めっちゃあることがわかるよね。彼は戦備課長時に満州の石炭を液化し利用するため、商工省の燃料研究所での人造石油研究費に予算をつけることに尽力していたよ。結局これはうまくいかなかったんだけど、まあそれは結果論でしかないよね。太平洋戦争前に行われていた人造石油開発については少なくとも来年以降のどこかで詳しく解説したいなと思っているから、ここではこの辺にしておくよ。技術者の育成について言うと、当時の軍部が技術者軽視していたという話は本当によく聞くと思うけど、そういった風潮の中で技術者を重視する主張をしていたわけだからこれについてもすごいよね。この論文が発表された年から学校制度が改変され実利的な学科が新設されていったり、技術系卒業者に対する就職割当制度なんかも発足されたりしたよ。まあ、陸軍省時代と軍需綱要政策概論についてはこの辺にしておくよ。なお、この論文はアジ歴で閲覧できるから興味持った人は読んでみるといいと思うよ。昭和13年に長谷川中将は品駐屯第一連隊長になり、通常攻略作戦で武勲を盾禁止勲章降参級を受け、軍司令官から官状も授与され、少将に進級したよ。さて、昭和14年に臨時仮称陸軍燃料省が発足、長谷川中将はここの初代省長となったよ。陸軍省内で要職を務めたりしていたため軍組織内に幅広い人脈を持っており、軍内部に新組織を発足させる際有利になる点や前述のように石油に関わりがあったため選ばれたのだと思うよ。燃料省長時にも中将は前述の技術者重視の観点から民間や学会などから多くの技術者を集めたんだ。これによって優秀な技術者を前線で死なせるという悲劇はいくらか回避され、戦後復興時に大変役に立ったんだ。長谷川中将は終戦前に中将で退役したよ。解説は大体こんなもんかな。
今回参考にした書籍は石井正則氏の技術中将の日米戦争、陸軍燃料省だよ。例によってこんなくだらないクソ動画見る暇があるんなら、読もうね。特に言うこともないんで締めます。ありがとうございました。